くだら学は、朝鮮のくだらから日本に伝わった雅楽の一種である。くだら学という言葉自体が登場するのは、日本初期の天武天皇12年1月の税の日に、昇魂伝眉及び高麗くだら、白木、三国の楽を、庭の中にソウルであるが、くだらから学人が渡来したことは、初期の金明天皇15年2月に、くだらが援軍を、大和王権に依頼し、 将軍を交代したのに合わせて、五教博士、僧侶を交代させ、新たに、駅博士、歴博士、伊博士、最悪死、学人を三ぎのぼした、皆聖願によって交代した、とあるのが書出である。久後横笛などを使用したもので、学士の数は、職員令17では4人、霊衆下に引用されている、科学大俗終わり清たり説では、五死、横笛氏 半古都市、毎市、各一名ずつ、大同4年3月の格では、半古都市が、幕飯になっている。俗に本期によると、天平3年6月に、雅学寮の脱落性の因を定むとあり、これにより、落成の数が決められている。それによると、くだら学は26人であるが、養老令では20人となっている。その内訳は、仮称元年9月の各では、 横笛聖一人、白郷聖一人、九五聖二人、舞聖四人、舞女十人、足りし、個聖一人、歌聖一人で、同年のうちにこのうち九五聖一人、舞聖二人、舞女を現じて七人としている。天平十六年二月には、聖武天皇のためのくだらの子二騎士による演奏があり、延暦十年十月には、寒武天皇のために、藤原つぐが率いて、 くだらの子に騎士にくだら学を演奏させており、それぞれ演奏者が少女されている。くだら学は平安時代には高来学に吸収された。ありがとうございます。